ライスボートの戦いは、アメリカ独立戦争中の1776年3月2日から3日に、ジョージア植民地とサウスカロライナ植民地の国境に、あるサバンナ川で起きた戦闘である。ジョージア及びサウスカロライナの愛国者民兵隊とイギリス海軍の小さな艦隊との間で戦われた。1775年12月、北アメリカ・イギリス軍は、 マサチューセッツ湾植民地のボストンで包囲されていた。イギリス軍に補給する食料が必要になったので、イギリス海軍がジョージアに派遣されて米などの物資を購入しようとした。この艦隊がジョージアに到着すると、ジョージア植民地政府を支配し、総督のジェームズ・ライトを拘束していた植民地反乱者たちは、サバンナの港に停泊していた補給船をイギリス軍が捕獲し、 移動させることに抵抗した。補給船の育石化は捕獲を免れるために燃やされ、育石化は取り戻したが、大半はイギリス軍が確保した。ライト総督は拘禁されていた場所から逃げ出し、艦隊の一隻に逃れることができた。ライトがジョージアを離れたことで、ジョージアに対するイギリスの支配は終わったが、2年後の1778年、 イギリス軍がサバンナ市を再占領することで簡単に取り戻すことになった。ライトは再度1779年から1782年までジョージアを統治したが、その後アメリカ独立戦争が終戦を迎える中でイギリス軍は撤退した。1775年4月、アメリカの13植民地でイギリスの植民地政策が問題にされ、 歴史ントンコンコードの戦いで戦争に突入した。この事件の後、愛国者植民地人はボストン市を取り囲み、包囲戦を敷いたが、包囲は不完全だった。ボストン市には海から物資を供給できた。この包囲戦に関する知らせや6月に起きたバンカーヒルの戦いによって、13植民地全体に独立の機運が盛り上がった。この出来事まで、 ジョージア植民地は比較的中立の状態を保っていたが植民地議会内の急進派が1775年夏に権力を握り総督のジェームズ・ライトから権限を取り去っていったライトはサバンナ近くにイギリス海軍が来てくれるよう要請していたがチャールストンの愛国者がその要請書の伝達を妨害しその代わりにライトは 支援を必要としないとする文章を送っていた。1776年1月、イギリス軍のマンゴブ部ーがタイビー島に到着し始めた時、ジョージアにおける紛争は頂点に達した。1月12日、3隻の艦船がタイビー島沖に投病した。1月18日には、この艦隊は HMS チェロキー、HMS サイレン、HMS レイブン HMS タマーと多くの小艦艇で構成されていた。植民地議会議員のジョセフ・クレイなどに表明されたライトの意見は、この艦隊が反乱者を罰するために派遣されたということになっていた。実際にこれら艦船はボストンで包囲されているイギリス軍のためにサバンナで物資を得ることを目的に集められていた艦隊の中で初めに到着したものだった。 1775年12月、イギリス軍の司令官、ウィリアム・ハウ将軍は、ジョージアで米などの物資を買い求める、要遠征隊に命令していた。2月初旬までに全艦隊が、タイビー島沖に集結した。艦隊式は、HMS スカボローに上艦するアンドリュー・バークレイ、海軍大佐であり、他に HMS ヒンチンブルックという総戦の、HMS ウィット・ビー。 HMS シンメトリーの2隻が、ジェームズ・グラント少佐の指揮で第40、不評連隊からの約200名のイギリス陸軍正規兵を運んできていた。1月に最初の艦船が到着したことで、ジョージア安全委員会は1月18日にライトなど、イギリス政府から派遣された植民地駅人を逮捕させる命令を出した。ジョージア民兵隊の少佐ジョセフ・ハーバー・シャムが、 ライト総督を自宅拘禁し、イギリス艦船との通信を図らないという約束をさせた。ライトは拘禁されているにもかかわらず、嫌がらせを受け続けたので、その命が危ないと感じ、2月11日の夜にその邸宅から逃げ出した。その後、応答支持者のプランテーションまで落ち延び、そこからスカボローまで連れて行かれた。そうしている間に、ジョージア植民地議会は会合を開き、 第二次大陸会議に送る大議員を選出し、大陸軍のために連帯を立ち上げる手続きを始めていた。ジョージア最後の総督ジェームズ・ライト・ライト総督は、スカボローに上官すると、サバンナに残っている議員に手紙を書き、安全を確保しなければならなかったことについて、不満を表明し、愛国者当局から望みの物資を得られるよう要請した。ジョージア植民地は、 他の十二植民地と共に、1774年に第一次大陸会議が作成した、イギリスとの交易を禁じる同盟規約を採択していた。交渉は事実上失敗し、2月29日、バークレーはその艦隊に行動に移るよう命令した。その目標は、サバンナの港に入っている多くの商船であり、その選手は商品を動かしたがっていた。 以前の制約の有効期限が切れる3月1日には、取引の可能性が出てくる予想があった。3月1日、スカボロー、タマー、チェロキー、ヒンチンブルックがサバンナ川を遡ってファイブファソムホールに向かい、グラントが指揮する200内し300名の兵士を乗せた輸送船を伴っていった。ヒンチンブルックと輸送船の一隻が、さらにバック川を遡った。 この輸送船は港湾地域の対岸に停泊し、一方、ヒンチンブルックは町の上流に位置取りしようとしている時に川の砂すに座礁した。ジョセフ・ハーバーシャムの民兵隊が放った砲弾がヒンチンブルックの甲板を直撃したが、ハーバーシャムには適当な船がなかったので、この艦を乗っ取ることができなかった。ヒンチンブルックは次の高潮の時に脱出した。3月2日夜遅く、 グラント隊がハッチンソン島に上陸した。この部隊は島を横切り、3月3日午前4時に、島の近くに停泊していた多くの米総船を捕獲した。この行動は静寂の中で行われ、おそらくは船長たちの決託もあり、サバンナ市に警報が発せられたのは午前9時になってからだった。3月1日に艦船が到着していたことで、安全委員会は、 町と船舶の防衛を要求する伝言を発しており、翌日には、サウスカロライナの安全委員会にも、援助の要請が伝えられた。警報が発せられると、マッキントッシュ大佐が300名の民兵を引き、ヤマクローブラフに4ポンド砲3門を据え付けた。続いて、ダニエル・ロバーツ中尉とレイモンド・ディメレ少佐に和平交渉の旗を持たせ、捕獲された船舶に派遣したが、 この二人は即座に逮捕された。この二人と船舶を解放するために、二番目に、さらに大勢の和平交渉団が到着した時、交渉団の指導者だった、ロジャーズ大尉が侮辱され、事態はさらに悪化した。ロジャーズ大尉が捕獲された戦場の誰かに向かって、発砲すると、イギリス側もこれに対抗し、一人に傷を負わせ、交渉団が乗ってきた船を危うく沈ませてしまう、ところだった。 この船が退却すると、マッキントッシュは崖の上の大砲を発砲させ、それに続いた砲撃戦が1時間も続いた。落乱マッキントッシュ大佐、この事態を討議するために招集された安全委員会は補給船を燃やすべきだと決断し、民兵一個中隊がこの任務を果たすために集められた。補給船のインバネスに火がつけられ、 捕獲された船舶の型に漂っていくように仕向けられた。イギリス兵は火のついた船が近づいてくるのを前にして急遽捕獲していた船舶を放棄することになった。この混乱の中で愛国者民兵と砲台が活動し、マスケット銃と武道弾銃で動き回るイギリスの陸民を操車した。捕獲された船舶のうち2隻は何とか下流に脱出し、 他に2隻は火のついた船をかわして上流に逃げたが港に入ることを強制されその乗組員は捕虜になった3隻の船に延焼し夜の間に燃え続けたこの間に先に要請に応えて派遣されていたサウスカロライナの民兵500名が折りよく到着して植民地部隊を救援できたマッキントッシュ大佐は翌日バークレー海軍大佐に 和平の使者を送り、捕虜の交換を要求した。バークレーがこれを拒むと、安全委員会は残っていたライトの部下の議員たちの逮捕を命令した。この動きがこうそうした。イギリス軍が拘束していた捕虜は、これら議員たちの保護と交換に釈放された。これらの動きがあったにもかかわらず、イギリス軍は、商船の大半をバック側から加工に搬送させることに成功した。 ただし、その中には、浅い水路を通るために、荷物の一部を捨てる、必要性があった船もあった。これらの船が、タイビー島に到着すると、イギリス軍が望んでいた食料である1600たの、米が、イギリス艦隊の輸送船2隻に積み替えられた。艦隊は、捕虜交換の交渉が進行している間、タイビー島沖で停泊していた。この間に、艦隊は到着してくる。 船舶数隻を拘束し、それらは後に賞金として処理された。3月25日、サバンナ市から一体の民兵が派遣され、島の家屋をすべて燃やして、ライトや艦船の士官たちが使えないようにした。バークレーは3月30日に怒りを上げ、商船と輸送艦を護衛して北に向かった。その月めにイギリス軍はボストンを放棄していたので、 ロードアイランドのニューポートに立ち寄ったが、土地の愛国者たちは援助を拒み、ヤホーを使って艦船に発砲した。バークレイは5月に、ノバスコシアのハリファックスで、イギリス軍と合流できた。この戦闘とライト総督が立ち去ったことで、ジョージアにおけるイギリスの支配は中断された。1778年12月に、イギリス軍はサバンナ市を占領した。 ライト総督がサバンナ市に戻り、1782年までイギリスの支配下に置いた。ありがとうございます。